のザスカイ台北エビ釣り場です。あの女 B ムービーですわ。 BA でムービーですわ。え、台湾麺いただきます。あ、これ飲んでいいの？あの、後でしてたの。あ、そうなんだ。笑おうや。アナザースカイエビ釣り場です。うまっ。手づかみで。
ビールやばね。いいエンタメだな。もうみんなやるべきだねこれ。いや、エビスイは本当、さっきもダツさん言ってたけど、舐めてたよ。舐めてた。エビ釣るだけじゃろと、何が楽しいんだと思ってました。いや、やった方がいい。絶対やった方がいい。絶対やった方がいい。いや、意外に難しかったね。エビさん釣るのも。バカしか釣れないのも、なんかちょっといいよね。そう、やりがいがある。そう、やりがいがある。じゃあ最初1時間って言ってたの、結局2時間いるやっちゃったもんね。無理に2時間しまいましたね。しっぽ美味しい。しっぽうまい。しっぽ食べちゃう。あ、これは、いやちょっと皆さんにおすすめさ聞いた時にさ、エビ釣りって何個かあったじゃん、結局かみたいなこと思った。そりゃ進めるわ。進める。自分が何個食った？私の数を数える。私の数を数える。え、でももうめっちゃ食ったってことですか？全然食べられる。全然食べられる。怖い。今日なんかエンタメデーだね。エンタメデー、クリエイティブ出演して、ね、楽しいね。前回は本当に、前回ヨイチ行ってたんだけど。そう、ヨイチは必ず行ってたのよ。そうだ、今日は赤く行ったわ。今日もね、行ったの。偶然行ったのよ。ここにかかって。そう、ここにかかって。ちょっとすいません、こちらを。右の左のどこにある。こっち。ちょっとじゃあ、わさび醤油。わさび醤油です。いきます。今感じる？今感じた。じゃあ一気に、わー、酢飯くれ。本当にカバーさん、ヒゲヒゲ残ってくれ。なんで胸元がおろすになっちゃう。え、どうしよう、わさび醤油やばいな。わさび醤油のね、うまさがね、すごい。うまさがすごい、そう。わさび醤油やばい。日本人なんだからって。おじいちゃん、遺伝子がね、遺伝子レベルで一体増えてくる。うまいだよ。うまいだよね。あと醤油がちょっと甘いって。甘め。うまい。すごいわさびの量だよ。だけどそんなにきつくないから。きつくないね。ごちそうさまでした。まず最高でした。これ日本人の方は絶対来た方がいい。ね、おすすめ。2時間だと2時間。そう、2時間だと2時間がいい。1時間は向かいない。6個でよかったよね。3つだったらもうちょっとってどうしてもなってたので、いやでも1時間で6匹釣れたらそれは終わってもいいですよ。そうだったらいい。はい、ぜひ遊びに来てみてください。ぜひ。やばい、これはやばい。私夢を見ているのかな。歌えるの？え、歌える？歌えるの？歌えるの？あ、これか。え？歌えると、でも9分もちゃんとある。